ご視聴ありがとうございます。今回はフィギュア展示になります。ちょっと軽めです。アミアミさん展示で、フェネックスさんのマギアレコード、魔法少女マドカマギカガイデン、カナメマドカ、ハレギバー7分の1スケールフィギュアの展示になります。よかったら見ていってください。で、フェネックスさんといえば結構着物ですとか、ドレスみたいな衣装の特殊な感じのフィギュア化っていうのも多いですが、原作劇中のフィギュアっていうのも、結構発売されてますよね。で、今回は晴れ着ではあるんですが、ちゃんとマギレコの衣装で実装されているフィギュアになります。一番最初の正月で実装されたやつですよね。いやー、これ欲しいですね。着物系のフィギュアって結構あるじゃないですか。私ほとんど持ってないんですよね。特別な感じの衣装のフィギュア化って結構ありますけど、やっぱりキャラに思い入れが強い方とかの方が買うと思うんですよね。ですので私はですね、原作劇中とか、あとすごい造形みたいなフィギュアが好きなので、これまでほとんど買ってこなかったんですよね。いくつかはあるんですが、なんですけど今回はちょっと違うわけで、実際にゲームでも実装されているキャラのフィギュア化っていうことで、これは普通に欲しいです。で、やっぱりソシャゲって1枚のイラストに最高に気合い入れるじゃないですか。もうイラスト自体めちゃくちゃ可愛いんですが、その立体化ということで、フィギュア化になっても本当に可愛かったです。ただこれ箇所箇所結構分割線気になったんで、その辺が製品版で綺麗な感じになってくれればいいなと思いました。で、今回晴れ着のフィギュア化にはなるんですが、メモリアとか除けば三玉さんとさやかですが、ぜひとも続いていってほしいですね。フェネックスさん結構シリーズ続けてくれる感じあるので、ちょっと期待したいです。それにしても紛れ子フィギュアって、地味に増えてますよね。最近ストロンガーさんでホーリーマミが再式公開されましたし、あとワンホビー34でウィングさんからアリナのフィギュアなんかも展示されたんですよね。で、マドマギからにはなるんですが、アニプレさんから梅先生版のマドカなんかもフィギュア化発表されましたし、これからもちょいちょい増えていきそうですよね。いや、楽しみです。作品自体も大好きなので、今後も展示や開封動画なんていうのもやっていきたいと思いますので、ぜひその時また見に来てください。で、ちなみにこのマドカなんですが、フェネックスさん公式で10月21までが受注期間なんですよね。そろそろ終わっちゃうんですよ。なんですけど、これフェネックスさん限定っていうわけではないんですよね。フェネックスさんって自社でしか買えないパターンと、一般販売があるんですが、今回は一般販売でフェネックスさん以外でも予約受け付けてるんですよね。そっちの方が安いのでやっぱりおすすめですかね。でもホビーサイトさんなんかもおそらく同じタイミングくらいでだんだん受付終了みたいにはなってくるかと思いますので、悩んでる方いましたら、本当そろそろ売り切れ始める頃になってくるかと思いますので、予約をし忘れないように注意してください。私もまだなのでそろそろ予約しないと思います。はい、ということで今回はフェネックスさんで紛れ子、カナメマドカ、ハレギバー7分の1スケールフィギュアの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。